どうも、マップです。今日は新しくお母さんに買ってもらった野球用品を教えていきたいと思います。まずこの Z のグローブですね。これであのね、ここに書いてあるのが名前ですね。すごく大きくてサイズがギリギリなんですけど、一応使えるのでね、使いたいと思います。ちなみに野球チームは、いや、部活入ってません。ほぼほんと守備でやってますね。あと今使ってるグローブもね、教えていきたいと思います。遊びで。まあ、こういう感じですね。イグニオと、ビジョンクエストです。お父さんのグローブとかもあるんですけど、それは違う動画を教えていきたいと思います。もう映ってるんですけど、こちらですね。ここで、硬式ボールなんですけど、そこまで硬くないです。ちょっと柔らかいですね。中にゴムが入ってるんでしょうね。自分で投げて、自分を追って取る。動体視力、反射神経の上昇。向上ね。すみません、間違えました。まあ、ここに書いてある通りです、使い方は。じゃあ、また。